天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 任天堂 3DS で周囲を見るように広大な平原を見渡したり、ダンジョンの中を探索したり、パチンコや弓矢で狙いを定めるのも直感的に、さまざまなアイテムで謎を解く任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 可愛い感じのそのビジュアルイメージ受けるんだけど、やってみるとまあ骨太で、俺も当時ね多分最後まで行ってない気がする。行けなかったんだよな多分。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 ゼルダから一回逃げた男なんで、今度はクリアできます。バトルシーンでいうとこのそのターゲットにロックオンするっていうやり方はこれが初めてなんじゃないかな。フィールドをこんだけバーンってでかくするとか、馬乗るとか全部ここにあって、任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 謎解きに関してノーヒントでほぼほぼどうしたらいいのこれみたいな時は来るん。その謎解きのほっとかれ具合っていうのが可能性を試されてるわけじゃないですか。ブーツ履いてたら上がれないから脱いでみようとか。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 やっぱ広かったな、広かった。平原のこういう坂であったりとかっていうのがなんか俺はあのより感じることができた気がします。あんだけ広いところだからすごくなんか気持ちよかったな。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 それこそマリオとかみたいなこう横スクロールのアクションゲームっていうのがすごい好きだったんですけど、あのねゼルダの伝説はアクションとしての面白さめっちゃあるし、それだけじゃなくてすごい頭使います。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 今回の 3DS バージョンなんとヒント出してくれるんですよ。みんな分かんなくなったらそこに行けば教えてくれるんですよね。ああそういうことなんだっていうのが分かるから。任天堂 3DS によみがえるゼルダの伝説時のオカリナ 3D。 シーカーストーン、これおすすめです。僕がやってた頃のゼルダと比べて格段に綺麗になってますね。画面の視点とかは64の頃と同じような視点なんだけど、今回 3D でできるから奥行き半端ないし、なんかこう妖精の粉とかがめっちゃ飛んでくるんですよ。
任天堂 3DS によみがえる。ゼルダの伝説、時のオカリナ 3D。 いろんなことを想像して試さないと先に進めないみたいな、考えつくんだけど動かせないとか、動かせんだけどどうやったらいいのかが分かんないとか、それがやっぱ一緒になってるっていうのが最大の魅力ですね。任天堂 3DS によみがえる、ゼルダの伝説、時のオカリナ 3D。